てんやわんやだった。やること多くて。ちょっと待って。バグった。すすめ魂みたいな。すすめ魂。すすめ魂。頑張れ。だろう、頑張れ。あ、来ました。すいません。すいません。仮面パズルがきちんだけど。あ、もう始まってる？ちょっと待って待って。ディスコード行かないと。ちょっと、やばい。あ、でも来ましたね。なるほど。来ました。すいません。遅れました。あ、こんばんは。太郎さんですかね。あ、長井先生。はじめまして。なろうって言います。はじめまして、なろうさんですか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔からのお願いします。なろうさん、進行ということで、じゃあ、ちょっと進めていってもらうんでいいですかね。え、僕進行でしたっけ。なろうさん、僕進行でしたっけ。なろうさん、進行でしょ。僕進行でしょ。よろしくお願いします。あ、わかりました。よろしくお願いします。進行よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。進行ですよね。ちょっと待ってくださいね。進行ですね。進行なんですよ、なろうさん。そうですよね。ちょっと待ってくださいね。そうですよね。おっさん、進行できないんですから。ちょっと待ってください。はい、僕も、ですね。はい。今日はですね、まず、はい、予選 B ブロックの方ですね、僕ら。はい。はい、で、はい、まず最初に、自己紹介からお願いしようかなと、はい、思いますので、はい。じゃあ、一番おっさんの、もう間違いなく俺がおっさんなんで。あ、じゃあ、聞かせてもらっていいですか。いいですか。長井先生、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、長井浩二って言います。よろしくお願いします。42歳の愛媛県の山奥に住んでるおっさんです。今日は麻雀っていう大会でみんなで一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いし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 ます。お願いします。いや、本当すいません、42歳のおっさんなんで。いや。よろしくお願いします。本物の長井先生だ。緊張が。お願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ僕、なろうって言います。年は30歳です。子供が一人おりまして、6歳です。あ、既婚者と。あ、はい、以上。僕、既婚者で。ありがとうございます。はい。あ、すいません。ちょっと、すいません。大丈夫ですか？既婚者と。ちょっとアラームが入ってしまいました。大丈夫です。ちょっと聞いておきますね。僕配信って昔ちょっとやってて、まあ、結婚してからちょっとやめてたんですけど、ちょっとこの、まあ、ミルダムが始まってからまた最近やりだした感じで、僕本当中学3年生ぐらいから僕長井先生を見てまして、ずっと僕、15年前になりますよね。そうですね、15年前から見てて。30歳で中3って言ったら15ですよ。それそのぐらいから僕多分見てます。は？ちょっと待ってください。15年前見られたら、え？いやもう本当、多分、ありとあらゆるものをニコニコ動画で結構僕見てまして。え？で、まあ、やっぱ長井先生に憧れて配信を始めたみたいな感じだったんですけど、前回の長井杯も僕麻雀全然正直自信ないんですけど、長井先生と打ちたくて僕前回参加したんですね。でマジですか。いやマジです。で今回その第1回戦からちょっと長井先生とこんなお話できたんで、もう正直もうあとはもうどうでもいいんですけど負けても全然いいんですけど、マジで言っていいですか。はい、はっきり言います。はい、ボコボコにしますんで、もう本当にそこでナルオさんとか甘いあれは一切ありません。はい、ボコボコに行きます。はい、ナルオさんが麻雀が全然ですね。全然ですか。全然です。わかりました。なるほど。マジで俺勝ちたいです。これはもうじゃあ始まる感じですか。ルールが、トンプの、
トンプーのですね、はい、ちょっと待ってくださいね。トンプーの、トンプーで、あ、ちょっと福引きがこんな感じです。で、ルールが、はい、ですね、ルールが、何でしたっけ、まあ、トンプー戦を、トンプー戦の、何でしたっけ、トンプー合計得点ですよね。合計得点ですね、そうですね。順位とかじゃないですよね。順位とかじゃないです。馬があるんですね。そうそう、馬分かる人、お願いします。これ、馬分かってないんで、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか前回はあのなんか馬、はい、がなかったらしいんですけど、なんか展望だけでしたね。そうですそうです、うん。今回はなんか順位も関係あるみたいなんで、1位取ったら馬がつくってことですね。そうですね。はい、ありがとうございました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやさすがに感慨深いよ。いやちょっとやることが多すぎた。てんやもんやだった。やること多くて。ちょっと待って。バグった。ちょっと待って。ちょっと待って。フリーレース来た。ロム欠損来た。ちょっと待って。え、ちょっと待って。あ、ちょっといいですか。はい。ロム欠損が来ました、僕。はい。なんかバグってます。ブラウザ何使ってます？なんかね、ブラウザクロームと相性が悪いことがちょっと始まったりして、一旦じゃあ抜けますか？一旦直しますかね？一旦抜ける。すいません。ロム欠損しました僕。ちょっと待って。出ますよ。もう一回僕行きますね。あ、多分部屋作り直しになりますねこれ。これパスワードの方。ちょっと待ってね。一緒やったらダメじゃないですか？僕ジャンタ多分部屋作り直します。僕ジャンタも真っ黒になるっす。自分のおすすめは Firefox かマイクロソフトエッジあたりがおすすめです。マイクロソフトエッジ、あ、Google が今売ってるから多分ダルオさんなるほどっすね。あ、なるほどっすね。クロームサード新しい。 ありがとうございます。ちょっと待ってください。今他のやつで言ってます。でこれで出て入るんですね。あ、違うマージャンで友人戦にしてルーム参加にしてちょっと待ってください。OK、ありました。で、準備をして、多分、ナローさんも、え、ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、ジャンタも出ないっす。あれジャンタ、あれ名前、ジャンタマっすよね。ジャンタマっすね。大丈夫ですか？ジャンタマ。ちょっと待ってください。ジャンタマ。フェアフォックスとかで出ると思うんですよ。なんか丸ジャンでは出るんですよね、ちゃんと思ってやると。丸さんは、すすめ魂。わかりました。すすめ魂ですね。すすめって入れて、魂って入れて。わかりました。すすめ魂って入れたら、ジャンタマンになるから。すすめ。本当に漢字はすすめ魂。すすめの魂。大丈夫かな。てんてん、丸じゃんって出るっす。丸じゃん。丸じゃんって出るっす。それ、すずめ、すざく。あ、出ました。それを。それを入れて、そっからの。お待たせしました。部屋番が変わったんですね。あ、部屋番。それで、なるおさんが優勝したら、俺ら、どうしたらやん。ちょ、これで1位。ちょっと待ってください。なんかログインしろって言われました。ログインとか、これツイッターのアカウントとかでも行けますよ。ログインは。あ、わかりました。ちょっと待ってください、ね。ちょっと待ってくださいね。もうすぐ行きますんで。もう絶対勝つわこれ。絶対勝つわこれ。いやでも今ちょっとナルオさんのペースに飲み込まれてますよ。俺たち。飲み込まれてるよね。これもうワンタップレベル？ナルオさんも。英語で始められてる。これなんだこれ。ツイッターでこれ英語で英語でログインしようとしたら、ツイッターでログインしようとしたらなんかはめられてます。はめられてるっす。ツイッターでログインってどういうこと？いやなんかブラウザゲーム、ツイッターブラ、ちょっとこれでやって、なんかツイッターと紐付けてログインすることができるんですよね、ジャンタマは。あ、なるほど。
ちょっと待って。大丈夫かな。英語でログインってどういうこと？ちょっと英語でログインって。カウント？いや、ほんとすいません。ちょっと。ティンゴリ、つわものいたとは。なるおさん、かなりやるっすよね。少々。お待ちください。すいません。Google の不調の影響と影響とかなんかあるんですかね。いや、やられてますこれ。なんか Google が不審動画攻撃されてます。ちょっと待ってください。猫の耳はとってもでる。スタート運が悪いな。運が悪いんですよね今。なんかログインしろって言われるんですよね。でもちょっと一個思ったんですけど、花田さん飛び込んでますよね、はい、これ。いやそんなにこのキャラクターは知らないキャラでエラ陣営とは違うキャラ出てますよね。でもジャンプはガチャの女みたいなの出てますよねこれ。ガチャのこれ課金ですよ。今日は何をしましょう。ラッキーだっただけなんでそんなやってないです。あーお待たせしました。できました。お、大丈夫そうですか。あ、大丈夫そうですか。ロさん頑張れ。いや、行きました。すいません。お待たせしました。行きます。はい。で、新しい方ですよね。新しい。あ、そうです。7、6。頑張れ。なるほど、頑張れ。あ、来ました、来ました、来ました。すいません。すいません。やっと来ました。よかったです。すいません。それでは、改めてお待たせしました。行きましょう。行きましょう。行きましょう。じゃあ、はい。行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、やっと来た。いやーごめん。いやちょっとはめられた。ちゃんたまに。奈良さん、ボイスチャットついてますよ。ああ、忘れてました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、やばい、しかも俺の番だ。やばい。ちょっと待って。俺の番だ。もうこいついっとこ。